岩戸山は神奈川県三浦市にある山。国土地理院の地形図に記載されている山としては神奈川県で最も低い。三浦市の南部、三浦半島の端に位置する。周辺に広がる台地の南端にあり、山頂から南側の斜面は海沿いの崖まで続く、なだらかな斜面になっている。中央道路が通っており、三角点のある西側と薬虫神社のある東側に、 ピークが分かれている。単に、岩戸山という場合は、三角点のある西側を言う場合が多いが、最高点は三角点ではなくそのやや東にあり、その標高は、航空レーザー測量によると86.8メートルである。なお、神奈川県内では、最も低い山であり、同時に、三浦市内では、最も高い山でもあるものの、 三浦市最高地点は、三崎町小アジロジマル畑の88.4メートルである。岩戸山は、山という名こそあるが、山というイメージとは異なり、山頂付近まで畑が広がり、周辺となんだ変わらない、土地利用がされている。山頂付近には二等三角点、美写門が設置されているが、これも畑の真ん中にある。岩戸山から県崎までの一帯は県崎。 岩道山近郊緑地保全区域に指定されている。三浦市街地からアクセスする場合、町の東端にある宮川町から伸びる舗装道路を登っていくことになる。特に案内図などはないが、海とは反対方向に小高い場所が見えるので、そこに向かって道沿いに進めばよい。所要時間は三崎市街地から徒歩1時間ほど。京浜急行バス。 海35系統を利用する場合、大乗バス停から徒歩10分ほどで到達する。山頂には、ピークの北側まで回り込み、舗装道路から山側にそれる砂利道を登っていく。山というよりは、丘と表現した方が良さそうな地形ではあるが、周囲に遮るものがなく、岬の町並みや城ヶ島、宮川公園の風車が一望できる。なお、山の北側は、 大地と谷が入り組んだ地形で、標高も山頂とあまり変わらないため、山の北側にある環境センター脇の道からのアクセスはほとんど、登るという定裁をなさない。三崎放題観測所の移行明治時代に入ると、三浦半島全域は要塞化され、岩道山山頂にも三崎放題の観測所が設置された。三崎放題は第二次世界大戦の頃には廃止されているが、 現在も山の至るところにその遺構を見ることができる。ありがとうございます。